project.私の父ジオン大金が宇宙移民者すなわちスペースノイドの知識権を地球に要求した時父ジオンはザビ家に暗殺された頑張ったねそしてそのザビ家一党はジオン公国を語り地球に独立戦争を仕掛けたのであるその結果は諸君らが知っている通りザビ家の敗北に終わったそれはいい しかしその結果地球連邦政府は膨張し連邦軍内部は腐敗しチタンズのような反連邦政府運動を生みザビ家の残党を語るアマーンの潮流ともなったこれが難民を生んだ歴史であるここに至って私は人類が今後絶対に戦争を繰り返さないようにすべきだと確信したのであるそれが アクシズを地球に落とす作戦の真の目的である。これによって地球圏の戦争の源である地球に居続ける人々を粛清する。諸君、自らの道を開くため難民のための政治を手に入れるためにあと一息諸君らの力を私に貸していただきたい。 All right, guys, what's up? And welcome to my first streaming. Right now, we're doing Gundam's Char's Counterattack, as you can see. It's one of my favorite Gundam games, way back when I was a kid. This is actually one of the first few Gundam games I've tried. This is actually way before I started watching the Universal Century. And it was really fun. I know it was short, but it made me realize that I needed to delve more into UC since I was more into Wing back then, since I was just a kid. So I only knew Wing, G, and X. So let's start. Let's do Amuro first. ウチュウ世紀ダブル0092年3月連邦は宇宙での監視の強化と反乱分子制圧のためロンド・ベル隊を設立各コロニー及び 反地球連邦運動の監視を行った。その中にアムロ・レイの姿もあった。 シャーアズナブルは地球連邦政府に対してスイートウォーターをネオジオンの領土とし独立を承認することを要求しています。しかしこの後の交渉ではシャーは直接交渉は望まずただ実戦あるのみと言っているようです。地球連邦政府がスイートウォーターの主権を認めない場合我々は地球連邦軍の中心であるラサに対し直接的な攻撃をするよいが。このシャーの発言の真意について さて、タイと一年戦争で戦ったあの赤い彗星のシャア。シャア。
宇宙世紀0079サイド7を脱出したホワイトベースはルナ2を経てジャブローへと向かうため地球に進路を取った。
連邦のモビルスーツは化け物だ。艦長、ラサの参謀本部から出撃命令は降りたのか。いや、まだだ。ラサのお偉いさんはシャアが生きていることさえ信じていないよ。コロニーの連中もネオジオンよりだし、地球から宇宙を支配している連邦を嫌うスペースノイドは山ほどいるから。だからといってシャアに地球を潰させるのか。 だからアナハイムでニューガンダムを用意させている。今のロンドベルの切り札といったらあれだからな。チェン、アナハイムの方はどうなっている？オクトバーさんから送られてきた資料です。このデータによると、タイの設計より重量が3キロ減っているようですが、開発は予定通り進行しています。だがシャアが動き出せば明日にも必要になるぞ。リガジーはバックパックに旋回用のビーム放送備している分、運動性が落ちますからね。分かった。 意識が永遠に生き続けたら拷問。私は永遠にあなたたちを見ていたい。そりゃエゴだよ。私は永遠にあなたたちの間にいたい。シャアは否定しろ。彼は純粋よ。純粋だと。 情けない。モビルスーツと戦って勝っても意味がない。ララースンは敵対するアムロに求めていた優しさを見つけた。あれがニュータイプ同士の共感だろうとは分かる。だがソロモン戦以後、敵の新兵器により連邦の艦艇は次々と沈められた。 ホワイトベースはアーバオワクーへ進行中の連邦の艦隊と行動を共にしていた。敵だ！総員戦闘配備！ ビーム兵器を遠隔操作しているらしい。シャアですか、これ。それは問題じゃないな。気がついたらやられてるんですよ。どうかますか。どうその遁狩り帽子を殲滅するか。アムロ、感じない。何かこう圧迫感のようなもの。それもこの空気全体に。無限デッキよりコアブスター。
Gundam, ikimasu! あれから落とさないとできるのか。 あなたには力がありすぎるのよ。あなたを倒さねば、シャアが死ぬ。シャア、それがあなたの来るのが遅すぎたのよ。遅すぎた。なぜなの？なぜ遅れて私はあなたと出会ったのかしら。 あなたと出会ったからってどうにもならない出会いなのに。しかしこれは事実だ。認めなくちゃいけないんだ。出会えば分かり合えるのに、なぜこういうふうにしか会えないのかしら。あなたは私にとって遅すぎて。僕にとって突然すぎたんだ。人同士ってこんなもんなんだよな。 やめろ！ あ！大佐！
取り返しのつかないことをしてしまった。僕はララを殺してしまった。 シャアは本気で地球連邦と戦うつもりだ。 シャアは俺たちと一緒に反地球連邦政府の連中と戦ったが、あれで地球に残っている連中の実態が分かって、本当に嫌気がさしたんだぜ。それは分かった。それで全てに決着をつける気になったんだよ。全て？そう。あのアーバーワクーで全てが終わったわけじゃない。奴は俺との決着をつける準備をしていたんだ。 本物だ! シャーか!最終決戦。ホワイトベースは弾道鑑定とともにSポイントからアーバオワクーに侵入した。 見える。
ついにシャアの艦隊がスイートウォーターを出た。向かっている先にはフィフスルナがあった。もしこいつを地球に落とされればラサなど一瞬でなくなってしまう。これでラサから出撃許可がようやく降りる。あの裏切り者の息の根は俺たちで止めねばな。燃えるなよ艦長。分かってる。ニューガンダム、明日にも必要になるぞ。チェーンは予定通り月に行けるな。ああ、だが間に合わない。リガジでやってやるさ。我々ロンドベルもシャアの艦隊の動きに合わせフィフスルナに到着した。アムロ、あまり時間がない。2分以内にフィフスルナの落下を阻止するんだ。地球に落とす。これでは地球が寒くなって人が住めなくなる。核の冬が来るぞ。地球に住む者は自分たちのことしか考えていない。だから抹殺すると宣言した。人が人に罰を与えるなど。私シャア・アズナブルは失敗しようというのだ。エゴだよそれは。地球が持たんときが来ているのだ。
のフィフスを地球に落ちるのを阻止できなかったとは。ちぃ！このルナ2に我がネオジオンの艦隊が投降した後でですか。このアクシズを我がスイートウォーターに移動させるのは、それらの条件を認めていただかなければ和平話はなしですな。アクシズは我々が買い取ったわけですが、アクシズをスイートウォーターに運搬する仕事は我が艦隊にやらせたいのですが。了解です。あのアクシズの移動は装備されている核エンジンがまだ使えますから大丈夫です。昔のエンジンがまだ使える、そりゃすごい。ではネオジオンの艦隊はルナ2に投降するため発進した。だがこいつはダミー混じりの艦隊だった。シャアのいる本隊はアクシズを目指していた。シャアはアクシズを地球に落とし、地球を完全に寒冷化しようという。我々ロンドベルは核ミサイルでアクシズを攻撃、落下を阻止する作戦に出た。ミノフスキー粒子、戦闘濃度散布、総員、有視界戦闘用意。第一波ミサイル、発射。あれか。ミサイルの中に核があった。やるな、ロンドベル。アクシズ、行け。忌まわしい記憶とともに。ミサイルでアクシズのノズルを破壊する作戦。もしこの攻撃が失敗した場合はアクシズの内部に潜入し破壊するしかなかった。
プレッシャー。シャッターがミサイルが阻止されました。ラーカイラムをアクシズにつける。総員陸戦用意。総員陸戦用意。総員陸戦用意。太鼓みが引っ張ってくれるから逃がさしないよ。アムロ、地球上に残った人類などは地上のノミだということがなぜわからん。世直しのことを知らないんだな。革命はいつもインテリが始めるが、夢みたいな目標を持ってやるから、いつも過激なことしかやらない。
かし革命の後では気高い革命の心だって官僚主義と大衆に飲み込まれていくから、インテリはそれを嫌って世間からも政治からも身を引いて世捨て人になる。私は世直しなど考えていない。移民どもにその才能を利用されている者の言うことか。そうかい。効果を始めたアクシズを破壊するため、私はアクシズ内部への侵入、爆薬をセットした。よし、セット完了。これでアクシズはバラバラになる。交代遅いぞ。アクシズと一緒に沈みたいか。爆破作業を終えたラーカイラムはアクシズから離脱した。予想に反しアクシズはバラバラにはならなかった。分断させる爆発が強すぎた。前の方は地球から離脱するが、後ろの方が爆発でブレーキをかけられ地球への落下コースを取ってしまった。私の勝ちだな。今計算してみたが、アクシズの後部は地球の引力に引かれて落ちる。貴様らの頑張りすぎだ。たかが石ころ一つガンダムで押し出してやる。シャー、貴様を倒した後でな。やめろ。アクシズの落下は始まっているんだぞ。ニューガンダムは伊達じゃない。
太鼓フレームの共振、温かくて安心を感じる。しかしこの温かさを持った人間が地球さえ破壊するんだ。分かってる。だから世界に人の心の光を見せなければならないんだろう。アクシズ、進路変更確実。地球から離れます。Alright guys, so that ends tonight's playthrough. Next week I'll be doing Char's side, and as you can tell, I've been rusty. It's been a long time since I last played this game. So to those who have sticked around, thanks for watching, and I'll see you again next week.